れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます、プレゼントありがとう、めちゃめちゃプレゼントありがとう、いい思い出になりました、ありがとうございます、メリークリスマス、クリスマスコンサートめっちゃ楽しかったです、ありがとうございました、ありがとう、プレゼントもね、年末おめでとう、ありがとう、ちょっといろいろとね発表もありましたけども、はい、まずは本当にクリスマスコンサート今日あったんですけど、すごい楽しかったです、あの配信で見てくださった方も本当にありがとうございました、もうじゃあクリスマス感じましたなんかあっという間でしたね、ライブが終わるの、プレゼントありがとうございます、楽しかったよって、嬉しい、ありがとう、無事出演できて、そうなんですよ、ちょっと自分ちょっと出演今日できるか微妙だったんですよ、実はだったのでちょっとできて本当に良かったです、もうずっとドキドキしてて、もう朝までずっとドキドキしてて、そう良かったです、はい、うん、会えてよかったよ、雪、まあ、今日すごい雪降ってた、体調は大丈夫です、めちゃめちゃ元気です、本当にずっと元気なので、あの安心してください、大丈夫です、元気です、全く全く、ありがとう、そうなんですよ、なんかそう今日はね雪で多分みんなもねそう無事に着くか心配でしたよね、なんか朝外出たらめっちゃ道路凍っててめっちゃ滑りながら来た、もううわーうわーつるつるつる、止まってた、いろいろね、そう、そしてあともう一つね発表が、9枚目シングル の発売が決定しました、3月1日に、なんか結構すぐですけど3月1日といえば、まあ、卒業式の日、結構いろんな高校とかの卒業式の日なんじゃないかなと思うんですけど、春先に向けて、はい、あの9枚目シングルの、はい、発表じゃない、あの発売が決まりました、約1年ぶりのシングルになりますね、はい、 ありがとう、そう選抜メンバーに選んでいただきました、ありがとうございますまだね私たちも結構あの知らなかったので、あの本当にその場で知ったって感じで、皆さんと同じタイミングで、そうなんですよ、おめでとう、ありがとう、ありがとうございますありがとうございます、皆さん、皆さんのおかげですよ、本当になんか本当ありがとうね、ありがとう、タワーいっぱい、え、ほんまや、なんで、え、ちょっと待って、私全然気づかんかったわ、めっちゃ気づいたら今めっちゃタワー当たったってびっくりした、え、これタワーよね、ちょっといつの間にかびっくりしました、めっちゃ、え、これタワー本当に、え、えちょっとすごい顔になっとった今自分、10本だよ、え
どうなってるの？あなた。いや、ちょっとびっくりしたんですけど。ボンちゃんさん？ボンちゃんさん、ありがとうございます。ありがたわ。ボンちゃんさん。ちょっとね、私ね、今家じゃないので、まあ、家なんですけど、あの自分の今 いつも住んでる家じゃなくて、あの一人のとこなんですよ。ちょっと待って、ペンあったかな。ちょっと明日でも大丈夫ですか。申し訳ない。ありがとう。マイキューへのクリスマスプレゼントです。クリスマスプレゼントなの。ポンちゃんさん、ありがとうございます。明日来てよ。明日お礼させてもらう。家出中？いや違うんですけど、ちょっと今姉貴とはちょっと会えない状態になってまして。そう、でも姉貴も元気です。お家が2つっていうか、そうなんですよ。今あの期間限定一人暮らししてるので、しばらくちょっと大丈夫です。ありがとうございます。ありがとう、ぼんちゃんさん。なんてこっただよ。お姉ちゃんも元気です。そうなんですよ。ちょっとね、部屋が寒すぎてね、マジで布団から出られないぐらい寒いんですよ。本当に寒い。そうなんです。わ、たぶんありがとう。りょうちゃんさん、りょうちゃんさんもちょっと明日でも大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがたわです、りょうちゃんさん。選抜おめでとう。ありがとう。頑張る。これからもよろしくお願いします。暖房ね、つけてるよ。つけてるんだけど寒いんだよ。ありがとうございます。いろいろたくさん。じゃあ暖房器具が、あ、そう、暖房だっけ。暖房器具。そうそうそう。ありがとうね。あ、どうもありがとう。炎も、炎じゃないか、焚き火もありがとうございます。楽しかった。嬉しい。クリスマスコンサート本当に楽しかったです。なんかユニットもね、すごい8個ユニット、やっぱ全員でのコンサートだったので、ちょっと多めでプレゼントありがとう。お見送りでニヤニヤしちゃいました。ありがとう、ね、私お見送り大好きなんです。なんかなんやろ、一番みんなのことを近くで見れるしね。やっぱ来てくれて、なんかそのそこでね、一番こう目を合わせてアイコンタクト取れる場所なんで、今ちょっと会話はできないんですけど、残念ながら。私に反応してくれてるし、ありがとう。いやね、うちわとかもたくさんありがとうございます。照れた。ゲレンクて残念。2023年は会いましょう。センターもありがとう。マイキューしかすごい、もう嬉しい。今日ありがとうございます。まあそんなこんなでですね、皆さんにまあお話ししたいことはあるんですけども、はい、12月の25日からあるショールームイベントには参加しません。すごい参加した方がいいかなとか、すごいいろいろ考えたんですけど、
で、なんかちょっと知った時に結構みんなどんな感じなんだろうと思って反応とかすごい探っちゃったりしたんですけど、あの私はちょっと参加はやめることにしました。なんかね、こう探るようなことしてしまってね、ごめんなさいね。ありがとうございます。ありがとう。なんかなんだろうな、まあゆっくりショールームはするので、あの楽しい年末を過ごせたらいいなとは思います。毎日配信はしますので、はい、まあ、素敵な、なんだろう、いろいろあるんですけど、楽曲をねいただけたりとかは、まあでもそうですね、まあ、いろいろ理由はあって、あ、ちょっとタワーありがとうございます。アルフォートちゃんさん、ありがとう。ちょっと明日でも大丈夫ですか。ありがとう、ありがとうございます。アルフォートちゃんさん、ありがとう、ありがとう。明日でいい、ありがとうございます。忙しい、いや忙しいとかが理由なわけじゃないんですけども、そうですね、まあなんかそうですね、なんか8枚目シングルで、あのすごいセンターさせていただいて、まあ本当になんかマジで、もうマジでとか言っちゃった、なんか STU 入って本当に一番ってぐらいいろんなことさせてもらったんですよ。もうめっちゃさせていただいて、でなんか今まであんまりなかったなんか意識がすごい芽生えてきたっていうか、なんか自分ももっともっとなんか力つけてもっとこう先頭に立って頑張りたいなっていう気持ちはすごい芽生えて、で、なんかなんだろう、だからこそ、まあ参加とかまあ迷ったんですけど、まあでも他にも自分としてはやるべきことあるのかなと思いますし、なんか私の中での第一番はなんか楽しいが一番なんですよね。なので、あの9枚目シングルで、まあ、たくさんあのこう楽しいことを提供できたらいいなって思うし、あとはライブにいっぱい来てもらいたいなと思いますし、あのお話にもたくさん来てくださったらすごく嬉しいです。あとはですね、瀬戸内 PR 舞台、STU ホテル瀬戸内 PR 舞台でもう皆さんに頑張っていただいて、本当にたくさん、あのこのカップリング曲9枚目に入るので、あのはい、そうですね、あのそちらもぜひお楽しみということで、はい、すごい、あのみんな多分すごい気になってたと思うんですけど、ギリギリまでちょっと考えたんですけど、そういう決断にしましたので、よろしくお願いいたします。9枚目だし、すごい9枚目、そうですね。でも自分もなんかいろいろ考えて、なんか今はまだ難しいけど、なんかいつかは一人でセンターができるくらいの人間になれるよう、今はもっと修行積まないとなって思いました。なのでもうあのこの9枚目に全力注いで、あの良いものを作り上げていけたらいいなって思います。頑張ります。なので皆さん一緒に楽しみましょう、イエイ。という、はい、あのことにしました。よろしくお願いします。プレゼントありがとう。今はまだ難しいし、なかなか自分にはまだね、なんかこんなこと言いながら本当になんか足りないものが多すぎるので、今できることをまた頑張ります。あとやっぱ楽しい
アイドルライフを送りたいと思います。めっちゃ鼻水出るんよ。プレゼントありがとう。初見さんもありがとう。中村舞です。今回の9枚目シングルはあの千穂ちゃんがセンターということで、いやマジでもう楽しみです。どんななんか感じになるのか、自分たちまだ本当に今日聞いてまだ全然知らないので、曲とかも本当にそうなので、ちょっとどんな曲が来るかもまだ分かんないんですけども、はい、頑張りたいと思います。そう、そうなんですよ。神曲、神曲。ちなみにタイプ A タイプ B 劇場版とあの3個あるんですけど、瀬戸内 PR 舞台はタイプ B に収録されますので、はい、結婚してありがとう。今日のコンサート見て好きになって嬉しい嬉しい。まいちゃんの立ち位置はちょっとまだわかりません。何ですか、解禁がいろいろ、お待ちくださいませ。とプレゼントありがとう。なんかめっちゃ手が震えるおめでとう、ありがとう。ほんとすごいことだよ。そう、選んでいただけるって、そうですよ、ほんとすごいことですよ。ありがとうございます。ほんとになんかね、なんてこった。今回の MV も寒そう。いや STU あるあるなんで、 MV 全部寒い、寒いんです。今日ね、ケーキ買って帰ろうかなって思ったんだけどね、やめたんだよね。明日ケーキ買って帰ろうかな、ショールームで食べようかな、うん、ご飯食べてない、お腹すいた。プレゼントありがとう。チキン食べてない。コンビニに行ったらめっちゃケーキ売ってた。安くなってる、安くなった、そう、半額の顔そう、今日半額になってて買おうか迷ったの一回。でもいや明日も食べれるかな。金半額だったそうなの。え、普通さイブに食べる、みんなクリスマスに食べるもん。我が家はイブだったんですけどね、あの学生、あの実家に住んでる頃は。今日食べるもん、今日食べた、イブ、やっぱイブなんだよ。あ、買って帰ればよかった、さっき食べたよ。うん、2日間食べても別にいいもんね、さっき食べた。まあいいや、明日もクリスマスじゃもんね。なんかさ、クリスマスってさ、クリスマスイブの方が結構重要視されてない？思わん？なんかイブの方が盛り上がるよね。やっぱなんか前日の方がなんかこうワクワクするんですかね。24も25も一緒。あ、ちょ、25に食べるわ。
鼻水が出る。困った。明日はお話し会ですよ、皆さん。ラスト？花だれ、花は誰のもの、最後のお話し会です。ありがとうございました。そして年末なんで、最後の、本当に最後のお話し会。よろしくお願いします。ラストです。明日もよろしく、よろしくお願いします。本当に本当にお話ししたい。待ってるぜ。今日が最後だった。良いお年をになったのかな。すごい、めちゃめちゃなんかプレゼントめっちゃもらう。ありがとう。新曲も出るし、3月でしょ。3月とかもう私誕生日の1ヶ月前なんだけど、やば。なんかそう考えると1年ってめっちゃ早いって思うわ。すっごい早いわ。なんか体感早すぎてびっくりする。大人になってからの1年が早すぎて、先輩ありがとう。してて楽しかった。嬉しい。2023年もぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。本当にマジで本当に健康で本当に笑顔で会えるように私もはい頑張ります。もうちょっとちょっとね、体調管理もしっかりして。皆さんに心配をかけないよう、来年もっと会いたいですね。本当にでもなんか直接会える機会とか増えたらいいなってすごく思いますね。公園もたくさんね、あるといいね。ね、公園したいね。ライブ来て。え、もうみんなライブ来て。ライブ待ってるよ。ライブ来て。いつあるかまだ分からんけど、2023年ライブ来てんね。会おうね。私やっぱライブ好きなんですよね。今日もすごい思ったんですけど、ライブ楽しいなと思って。ライブ待ってるで。あ、 TDC ね。そう、 TDC が1月、もう1月明けだったらサンリオが一番最初かな。え、そんなことないわ。元旦公演がありました。はい、うん、元旦はなんか31の感覚だったわ。レジェンドありがとう。花だれ
花だれはまああの8枚目シングルでも9枚目シングル出てしまいますけど、花だれ公演は続くと思いますので、わかんないですけどまだ続くんじゃないかな花だれ。なんかね、花は誰のものね、すごいなんか自分にとってね、すごいすごいすごい深い曲になった、思い出っていうか思い入れ、なんて言うんだろう、なんか自分にとってこんなにも、なんか思いが入る曲っていうか、になりました。いや本当にありがとう、8枚目シングルターニングポイント、だしなんか自分の心もいろいろ変わるきっかけにもなったかもしれないです。シティホテトを知るきっかけにも、あ、嬉しいです、これをねくださったのも。ありがとう。PR 舞台瀬戸内でも見たかった。いやマジそうなんですよ。いや確かにね、いやいろんなとこでやりたいな。なんか追加とかないかな、全国ツアー追加みたいな、まだなんかやってない県とかでないかないろいろやりたいな。すごいストーブのギフトがあるの知らなかった、ありがとうあったかいギフトもらった、プレゼントありがとう。期限決まってる？8枚目シングルじゃない、9枚目シングルのカップリングっていうか、期限この日までとかはないんですけど、あんまり9枚目シングルかな。でもねまだね PR 舞台ツアーとかはやってますけど、曲が、新曲がまだ出てないんです。そうなんです、新曲を披露せずに終わるなんてあってはならぬことでございます。ダメでしょだからまだそんなすぐに終わったりはしないですけども、はい、あってはならぬことだ。そうですよ、匂わせ、いやまだ全然全然もう匂ってません、何も めっちゃかっこいい。私そんなことないよ本当に。え誰だよ期待されてないってすっごく楽なんだよね、あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。なんかね、私ねなんか期待に応えられる人間になりたいって思いましたね。すごいなんか、思ったいろいろ考えててすっごい思った。なんかみんなすごいいろいろ私に期待してくれてたりするんだけどね、なかなか答えられないんだね。だから本当になんかもっとやらないとなっていうのはすごい思うんだけどね。ありがとう。今の IQ がいい
でもね、期待されてるってすごい嬉しいことじゃないですか。だからなんか、なんかみんながねそう思ってくれてたりするってすごい嬉しいことだなって思うので、自信をつければ完璧です。え、でもね、聞いて、私そんなにね昔ほどなんか自信は確かにそんなね、むにゃむにゃだけど、そんなに前よりかはね、なんか自信は全くないわけじゃないんだよ。いや、でこれ言ったら自信あるみたいになっちゃった。違うんだけど、別に自信がめっちゃあるっていうか、うーんっていう、うーん、なんか別になんか、うん、難しい、なんて言おうなんて言ったらいいか分からんわ。いや、ね、そうね、なんか自信があるってね、まあ、難しいですね。ネガティブが減った、うーん、分からん、どうなんじゃろう分からんけど、でもね、まあ、うん、うん、前の自分とは違うよ。だから大丈夫だよ。あ、もうダメだっていう回数減ったくない？言ってる？私最近言ってないでしょ、もうダメだって。なんかちょっと久しぶりにまた言いそうだな。なんてこったっていうような口癖かも。あ、なんてこったって結構普段も言っとるわ。なんかなんてこったわわーって感じ。もうダメだわも言わない。現実を受け止めるって考えてる。毎日しっかり向き合って、これが現実なんだって受け止めて進まないといけませんからね。なんか ST48 っていうグループで突き進んでいるのだから、もちろんメンバー同士でライバルとして競い合うのはいいんですけど、でもやっぱり時には仲間として一緒にね、もうずっと歩んでいきたいなと思いますし、一番の敵は、一番超えないといけないものは自分だと思いますので、自分をどんどんもっと強化していかないといけませぬ、本当にね。頑張りましょうね。頑張りましょうとかって私が頑張るんですよ。すごい落としたでしょ。そんな今日の中村舞の飲み物はカフェラテです。おいしい。シロップ2個入り。アイスカフェラテ冷たいやん。そう、なんかライブ終わりだからなんか糖分が必要で、あとめっちゃ喉乾いてたんですよ。シャンメリーはないんだ。ないですよ買っとけばよかったわ、シャンメリー。
買っとけばよかった。え、じゃあ明日買えないかな。なんか明日とか買っ、うん、私なんかクリスマスのご飯食べてないわ、そんな。明日クリスマスパーティーでもしようかな。コンビニに売ってるの？シャンメリー？え、シャンメリー？シャンメリーってあの甘いやつだよね。あのポンみたいな。すいた。クリスマス当日、そうそうですよ。今日はめっちゃサンタの格好した。クリパしながら、え、ちょっとショールームでクリスマスパーティーしたい。いやマジでね、本当にね、なんかね、なんかしときたいよね。明日もしできたら変えたらするわ。変えんかったらちょっともうしょうがないけど。姉キューも誘って、いやちょっと違うじゃん、姉キューちょっと会えなくて。で姉キュー、ま、あの電話とかはしてるんで、全然めっちゃ元気そうで、もう元気みたいな。姉キューはしばらくしたらまた会えます。ちょっとね今は会えないの。ありがとう。まあね、ちょっとこのご時世ね、いろいろと厳しいものがありまして、はい、まあそうですね、喧嘩中じゃないよ、お決まりじゃないんだから。喧嘩しないですよ。そうなんですよ、旅に出た。いや旅には出てません、お姉ちゃん。部屋にいます、家にね。お決まりせんとって、お決まりはなんだかんだまあ喧嘩っていうか、なんかチワ喧嘩チワ喧嘩、よくしてチワ喧嘩っていうんですか、なんかちょっとした言い合いみたいなしたりしてますけど、全然一緒にそういますよ。今日ね、研究生のね、リオちゃんからね、あの交換日記が返ってきたんですよ。わー、交換日記が返ってきた、私が返す番だ。交換日記返ってきて、そうなんですよ、まだ見てないの、ちょっとさっき返ってきたばっかりだからまだ見てないのよ、ちょっと見たい、早く交換日記してるんですけど。渡せるの嬉しそう。もうめちゃめちゃ、しかもなんかあのグッズ買ってくれてて、グッズ買いましたって言って、グッズ買いましたよって、グッズと一緒に写真撮りました。私のグッズ、みたいな、買ったのみたいな。今日のリオちゃんはね、ライブが終わった後にあの座ってたら隣に来て、あのこうやって手をこうやって手のひらこうやってしてきて、で
なんかこう手置いたらなんか恋人つなぎしてきてで、マイケさん好きです、なんかちょっと私青春してるみたいな気持ちになって、なんかおおーみたいな、ちょっとなんかこりゃあかんみたいな、すごい青春写真撮ったよ。釣られてますよ。いや、そう、釣られてるの私。そうなのよ。いや、ちょっとおーおーおーってなりましたね。おーおーおおでも本当になんか私こういうのなんか本当になんて言ったらいいのか分かんなくて、うおーみたいな。うわっ、パフィンさん、パフィンさん、タワーありがとう、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 ちょっと今ちょっと書くもんがなくて、明日でも大丈夫ですか？明日ゲットしてきます、書くもの。パフィンさんありがとう、ありがたわ、全く問題ございませんって言って、ありがとう、今日ありがとう、ありがとうございます、クリコンありがとう、ありがたわです。なんかすごいめっちゃタワーいただいてる、ありがとうございます。わ、サトシさんもありがとうございます、ありが、スリー、サトシさんありがとう、サトシさん明日でも大丈夫ですか、すいません、もう皆さんに明日でもいいですかってすごい言って、サトシさんありがとう、ありが、スリー、ありが、スリーです、ありがとう、誕生日だった、書いとこう、ありがとう、おめでとう、わっ、リオちゃんにプレゼントもらったありがとう、ありがとう、リオちゃん、リオちゃん積極的、積極的なの、ちょっと困っちゃう私なんかちょっとね、なんかすごい一人で青春感じてる、推しに弱い、推しに弱い、弱い、バリバリ弱い、そうなの、そうなのよ、デレデレちょっとね、しかもなんかね、なんかね、もうなんていうん、どんな感じの顔していいのか分かんなくって、なんか私どんな顔しとんじゃろ、私ちょっと恥ずかしい、ありがとう、チャラいオキポ、え、今日オキポのチャラい現場見た、なんかくるくると私今日話してて、いやくるくるみたいな話してたら、なんかオキポが来て、ヤッホーみたいな、え、くるーみたいな、くるくるじゃん、ヤッホーみたいな感じで来て、すごいチャラかったんですよ、なんかこっち来なよって言って手引っ張って、で、え、なんかすごい私オキポのチャラ現場見たからね、なんかこっち来なよって、なんか、いや、優香仲間だからとかって言って、同じ優香だからねみたいな、まあ確かにね、同じ優香なんですけど、
なんなんと思って、チャラかったわ。WU かよ。そうよ、なんかおきちゃんってさ、あのニックネームがおきちゃんだしさ、おきぽとか名字だからさ、あれだけどさ、ゆうかちゃんってあんま言う人いないんですよ。あのソロハがゆうかちゃんって呼ぶぐらいで、あんまりね、みんなおきちゃん、おきぽとか呼びだからね。そうそう、くるくるも確かにゆうかちゃんって呼ばれてるとかも見ないな。くるくる、プレゼントありがとう。本当ありがとう。ゆうか、ゆうか、ゆうかって言ったら、おきちゃんも振り向くのかな。何って言うのかな。プレゼントと手紙ありがとう。いきもありがとう。ね、気になる。呼んでみて、今度やってみようか。くるくるはくるーっていう、くるーくるー。リオツンはリオちゃん、リオちゃん呼びだな。リオツンってあんま呼ばない、リオちゃん。ありがとうプレゼント手紙。今日ね、1曲目がね、予約したクリスマスだったんですよ。予約したクリスマス、僕たちのロマンスっていうあの曲だったんですけどね、なんかそのイントロの前になんかこう、こうハモリとかいっぱい入れて、すごいね、こうちょっとアカペラみたいな感じで9人ぐらいで歌ったんですよ。でその中に中村もいたんですけど、すっごいね緊張してね、私なんかハモリやったんですよ。あの主旋律っていうか、なんかあのあれじゃなくて、めっちゃハモったんですよ。でなんかそのみんな歌が上手なメンバーばっかりでね、みんなハモリとか上手くてね、私もねすごいね、一緒にハモに紛れたんですけど、なんかあのリトグリさんみたいな気持ちになってね、なんかすごいね、もうめっちゃ嬉しかったんですよ。あのすごい、あのめちゃめちゃね、ハモね、あのちゃんと頑張ったんですよ、練習したんで。リトグリさんみたいだなと思いながら、その瀬戸ブルみたいだ。ハモったよ私。あのね、うーとかって言ってたんだよ、あの中で。そうだ、あの割と最初のとこからずっとあーあーあーとかって言ってて、めっちゃ練習した。もう本当に緊張した。新しい挑戦。あ、なんかね、でもそれをやっててすっごいなんか楽しくって、なんかあのこういうなんか部活結成した STU で、なんかこうみんなでハモりましょうみたいな。いやすごい、ちあの感覚でハモったりできないんで、ハモり教えてもらって練習したんですけど、すごいね、すごかった。みんなでやると楽しい、コーラス。でもすごい、途中から釣られそうになる。
やがて街に白い雪が降る。僕は空を見上げて待っている。合唱部、本当に合唱部作りたい。君は約束を覚えているのか。イブの夜に煽っていたことを。はいはい、プレゼントありがとう。ハモハモハモ部。で、あ、じゃあこれはあの私のオリジナル予約したクリスマス。お見送りの時に見つめられて恥ずかしいって。私めっちゃ見るよ、目合わせたいのみんなと。なんかね、あのなんかみんながこのコンサートを見てどうやってどんな風な表情して帰ってるかも見たいし、なんか本当に来てくれてね、なんかその現場で目を合わせるのってやっぱなんかお見送りが一番近いじゃないですか。だからめっちゃ見る。硬直した。ありがとうございます。見つめ返す、見つめ返して、なんかあの多分私あの誰々推しとか関係なく見るんで、やっぱりこの会場に来てくれてなんか嬉しいなって思って、あのそうなんかあの感謝の気持ち伝えるところだなとも思うし、本当にあのあそこがね、プレゼントありがとう。見送りいいよね、好きよ。ウィンクはしないの、ウィンクできん。キラーン、こっちの目も閉じちゃう。わあ、タワーありがとう。ケンジさんありがたわ。ケンジさん、ケンジさん、明日でもいいですか、ごめんなさいね。ありがとうです、お礼明日させてください。ありがとうございます、ありがとうケンジさん、かわいい、ありがとう。ショールームで議事を見送り会、あこんな感じ、ありがとう。全然伝わらん。あのショールームの画面をこうしただけ今。むず、そんなむずいよ、来てくれんとその雰囲気はちょっと味わえんかもしれんけど。分からん分からん、難しい。
初めて味わった、今ので、今の、初見さんもありがとうございます。中村舞です。今何時ですか？23時11分だ。まだ時間はある。嬉しい。1111歌うのか。なんかね、クリスマスソング歌えたらいいけど、なんかあったっけ、入ってるっけ。マイケルと過ごすクリスマスイブ最高じゃんか。イエー最高じゃん、最高じゃんかよ。見て、なんかね、あれこぼしました。あれ、私イヤホンどこにやったっけな。あっつ、よいしょ。ありました、見てください、この無様な形になったイヤホンを。皆さんはこのようなことがないようにしましょう。本当にこれをね、本当にね、こう解くにはすごく時間がかかるんですよ。なんてこった。それが嫌でワイヤレスにした。いやね、私ね、なんか前に買ったことがあるんですよ、ワイヤレスイヤホン。ワイヤレスイヤホン、あのさ、このこういう線じゃなくて、こう Bluetooth みたいな。さ、結局ね、やっぱね、これに戻ったんですよ。なんか線があるのが好きなんですね。なんでか知らんけど、なんか、あ、なんかなんなんやろね。なんかこれがやっぱ使い勝手良くて、絡まるんですけど。こう、まあ、絡まるのもまあ伝統芸ということで、充電線で、まあそれも確かにあるけどね。確かになくす、なんか片耳なくすとかもないよね。でもね、たまに人から借りてね、聞く Bluetooth はいいんですよね。あの Bluetooth、 AirPods みたいな。おきちゃんとかからさ、片方借りたら、おおってなるもん。エアポッツか、いいね。でもなんか自分が買ったらやっぱり途中でこれになるんですよね。これに変えちゃう。ちょっと本当に待って、めっちゃ時間かかっとるわ、ごめんね。うんだ、ほいほい、できた。あー、メリークリスマス。確かにカラオケ全然最近やってなかったね。絡まって叫ばないですか。叫びません。ふーんって怒ってる。よく、く、うん、予約、これ予約したクリスマスって入っとんかな、入ってたっけな、入っとるわ。メリクリー、
歌えるかな。2番どんなんだ。カンガルー聞きたい。あ、12月のカンガルー。12月のカンガルー。12月のカンガルーね、瀬戸内 PR 舞台の仙台で、あのツアーでさせていただきました。7人バージョンで。そう、いいですよね。まいちゃんって歌歌えるの。いやまあね、ここで歌うよそんな期待しないで。ここはあんまり期待しないで。ああ、メリクリー。メリクリー、メリクリボーって誰か言った。何メリクリボーってなんでクリボーが出てくるん、クリスマスに。メリクリボークリスマス感じてる感じてますか。職員さんもありがとう、初めて来てくださった方。中村舞です。12月のカンガルーって言っとったっけ。ちょっと待って、12、12カン、12月のケンガルー、カンガルー、あった。今日一番クリスマスを感じてる。メリークリスマス、メリークリスマス、12月のカンガルー、12月って感じ。ちょっと振りがしたくて置いたんやけどさ、ちょっと思った以上に暗くてさ、こっちの方がいいね。なんか支えるもん、あ、これにしよう。なんかあんまりさ、荷物ないはずなのに部屋が散らかってる少量で部屋を散らかした。こうしよう、これ私の布団。あ、プレゼントありがとうそう、なんか少量で部屋を散らかした。そうなの、なんかちょっとあの住みかを作った感じがするわ。ミニマリストからのあの卒業ユニット曲なんだっけな、私あれしたいな。世界で一番素敵なあなたとクリスマスイブ。でもなんか歌えるかな、歌える自信あんまないわこれ。ちょっと久しぶりすぎて。今回ユニットがね、あの全部シャッフルじゃない、あのくじ引きだったんですよ。あった、4分43秒。そうなんです。まさかのね。まあ歌ってみましょう。ものは試しです。メリークリスマス。ブラボー。ブラボー。イエーイ。素敵な歌声とか言ってくれてありがとう。メリークリスマス、本当にメリークリスマス、メリークリスマス
メリクリ、なんて素敵な曲だ。マジお腹すいた、ケーキ買って帰ればよかったよ今日。メリークリスマスって言いながらケーキ食べたらよかった。めっちゃかわいい、ありがとう。幸せな日ね、本当に2023年も幸せな日いっぱい作ってこう。ご飯は？まだご飯食べてないんやけど、クリスマスらしいご飯もあんま買ってない。そう、うん、お腹すいた。KFC いいな、ケタケフライチキン。2022年の忘年会配信を、え、忘年会したい。え、忘年会はさ、いつぐらいにするの？もうみんな忘年会したの？やっぱりでもコロナとかが流行ってるから忘年会してない人もいるよね。忘年会した？チキンとか食べてないよ。チキン終わった？したよ。え、してる人結構いるんだけど。したしてない、したするしてない、あ、してない、もともとない、してない人ももう結構いるわ。まあそうね、場所にもよるか。忘年会忘れてた。いや、それ忘れてたら本当に忘年会じゃん。本当の意味の忘年会、忘れる年。今年終わるで、あと1週間ね、1週間しかない。忘年会、忘年会がさ、でも禁止のところもある。新年会、え、すごい、もう忘年会に新年会に大変な、年末年始、年末年始ってみんなさ忙しいよねきっと。大掃除？大掃除か大掃除ね、掃除ね、しないとね。大変大変。しないとね。家に帰ったらちゃんとね掃除しますよ、もちろん、もちろんね家に帰ったらやります。初見さんありがとう。中村舞です。メリークリスマス。うん、帰ったらやるよ。そうだよ。嘘だ、嘘じゃないし。部屋が汚いキャラなんて言われた。汚くないし、物が多いだけだし、片付いてるしキャラとかじゃないし別に何か私の家に誰か来て、何かもう「物これちょうだい、これちょうだい、これちょうだい」っていう人がいっぱい来たら、私推しに弱いから「あ、いいよ」って言って物がどんどんなくなってって綺麗になる気がする。だから何か物欲しい人
あ、私の家に来てほしい あ、これちょうだいこれちょうだいって言われたら多分いいよいいよって多分全部どんどん上げていく。そんなに何ですかの本当にダメってものじゃなかったらこう、めっちゃお腹鳴った、恥ずかしい。聞こえた？聞こえないで、ありがとう。カーテンいいですかとか言われた。いやちょっとカーテンとかは困るんですよ。そんなちょっとカーテンとかそのそういうねえ。違う、ちょっと違うものの種類が、カーテンくださいとか言われた。ちょっとカーテンはちょっと自分で買ってもらってもいいですかってなりますね。困る困る。家電とかももちろん無理ですよ。なんか大変、物がなくなる、なんか必要なものがなくなってしまう。しかもなんか高級なもの、電子レンジ、テレビとか。お菓子ください、ハロウィン気分の人がいる。困ります。本当に、うわ、なんかちょっと今コメント欄見てダメだ、これは渡せないってものが多いことに気づいた。うわダメじゃん。ダメなものがある。なんかこのこれありがとうございます。ケーキ、じゃあアレックス欲しいって言ってる人、アレックス私の家族なんですよ。ダメですよ。ダメですからね。うわ、もうおねだりおねだり。姉キュん。今日幼い。なんか前髪切ったばっかりでさ、若干眉毛が、今日の眉毛綺麗に描けたんだ、自分で描いたんだけど、にゃん。なんかねツアーだったっけなの時にね、おでこ出ししようと思ったんだけどね、ひよってやめました。いや、やっぱ似合わんかもこれはって思いながらやめました。うん、ちょっとねおでこ出しいつまでもねできん、ひよってる、ひよります、ひよってるやついるってここにいます。見せていいやん。いやちょっとそうなんよ、すごいな、変ですよね。なんかエアコンがボコボコ言っとんじゃけど大丈夫これ。うん、エアコン稼働してる、めっちゃほら見て、ここにいるの、エアコンが
今何分？あ、44分だった。あと16分でクリスマスが来るよ。クリスマス？当日16分。終わっちゃうよ。サンタ来る？え、来ない。だってもうサンタさんにお願い事してない。サンタ来ない。サンタさん来ないよ。鍵閉めて寝るしねサンタさん入れないから皆さん施錠はしっかりしましょうね。ありがとう。煙突からだよ。マンションとかに住んでる人どうなるのマンションに住んでる人は煙突ないよ。あんま煙突自体がそもそも家にある人は少ないんじゃないかな。換気扇？ん？排水口？細いサンタさん困る困る結構ホラーサンタ。サンタさんがまあそうだな、今日来てくれるなら家系ラーメン食べたい。家系ラーメンの差し入れしてほしい。サンタさん、家系ラーメンってさ24時間やってるとことかあんのかな。もうない気がするな。家系ラーメン食べたいわ。ウーバーサンタ、いやそんな別にウーバーだとか思うけど、ちょっと出前サンタじゃないですよそんな。いや食べたいねラーメン。この時間のラーメン罪深い。いやー、わかるわ。でもねこの間仙台のツアーあったんだけど、昼夜公演、昼夜公演終わった後ラーメン食べたご褒美私結構ね時間とか考えずに食べちゃうかも。ご褒美みたいな感じで。イケちゃんが楽しい。いやそう、私ねあのイケちゃんと一緒にラーメン食べる約束してるんですけど、この年末までに絶対に食べたいねって話してて、クリスマスコンサートのレッスンがいっぱい入ってたんで、なんかレッスンの合間とかに行けたら行こうよっていう話してたんですけど、結局一回も行けなかったんですよ。まあ、ちょっと時間が結構詰まってて行けなくて。そうで、さイケちゃんがさ今日なんか私とすれ違うたびにマイケルさんみたいな感じですごいね、マイケルさんってちょっとなんか何も言わないけどマイケルさんだけ言ってどっか行くみたいな現象がね3回ぐらい起きてたんですよ。イケちゃんちょっとラーメン根に持ってるのかなと思ってちょっとこりゃちょっといかんとと思って。気にならない孤独、え、ちょっと何言ってるんですかイケちゃんの曲。いや、イケちゃん気になってるから。
気になる孤独だよ。え、ちょっとこれはね、果たさないといけないラーメン事情。そう、ちょっと誘いたいと思います。一緒に行こうって、うん、言ってるけど結局行けなかった。しかもなんか私とラーメンに行くまでラーメン我慢しますって言ってたの。だから池ちゃんは多分ラーメン食べられなくてストレス溜まってるのかもしれない。いや本当に食べてない、いやわかんないですけどなんか我慢しますねみたいな言ってて、私はバリバリ食べてるのに、え本当にみたいな。ちょっとラーメン大好きだから、あプレゼントありがとう、プレゼント手紙かね、荷物早く行かんとと思ってちょっとね我慢してるのかラーメン。あー口がラーメンの限界来てる今日限界来てる、あれ叫びだったんかな。しかもなんか何も言わんかったんよ、なんか名前だけ呼んでどっか行くみたいな。え、ね、ちょっと果たしたいと思います。行けるときに。じゃあね、あの池ちゃんはまだ二郎系ラーメンをそんなに食べたことがないらしくて、私が池ちゃんをジロリアンの道に招待しようと思います。おいで池ちゃん、さあジロリアンにいざ、まあ、家系でもいいんですけどね。私二郎系ラーメン行きたいんですよね。ちょっと最近行ってない。染めます。最近油行かないの。いやこれがみんなには報告してないだけで、あの油そば、あのテイクアウトとかして食べたりしてるんですよ。したなんかご飯の報告なんかちょっとなんかこの人めっちゃ食べるじゃんって思われるかもしれないから、そういう日はあんま報告しないんですよ。けど食べてます。割と何日か前に食べました。麺活してます。今度報告するね。味覚治った。え治った、そう回復。ありがとう、ありがとうございます。なりました。ご飯が美味しい美味しい、美味しくて美味しくてもう困ります。嗅覚はね、なんか、鼻詰まってるんですよね私。なんかもともと鼻炎なんかな、ようわからんのんやけどね、鼻炎なんかもしれません。咳も止まった。鼻詰まってる、うん、つまつま鼻が。でも大丈夫、鼻呼吸してる。いいね、ありがとう。詰まったなりの鼻呼吸。
片方だけ詰まるのめっちゃわかるわ。私寝るときめっちゃ詰まってさ、何回も寝返りしてさ、鼻が詰まらない寝、なんか寝方をすごい探すの。なんか角度によってさ、鼻がすごい通ったりするんですよ。めっちゃ寝るとき寝つくとき大変。ここじゃないな、ここじゃないなみたいな 大変。私の仕事納めいつか？皆さんに会うのは多分25日でラストになるのかな？会うっていうか、まあお話し会が明日でラストなのかもしれないんですけど、そうですね、仕事自体はそうですね、まだありますね。納めがいつなんだろうな。27日は公演もなくて出なくて、フェスとかもなくって、フェスにも出演しないんですよ。そうなんですよ。ちょっとね、皆さんにいろいろと情報解禁ができる時が来れば。そうですね、なんかあれですね、会えるのはなんで明日がラストって感じですね。まあでもね、配信するけんね、いつでも会えるよ。グッズの紹介、そうなんよ。しかも私ホヤもまだもらってないんよ。早く欲しい。ちょっと事務所に寄ってもらいたいと思います。そう、ビレバンのグッズが1月3日までなのでね、ちょっと絶対に紹介しないとって思ってるんですけど、まだ手元にない。ほや届いた、嬉しい。も早くホヤ食べたい。57分？ありがとう、教えてくれて。男女予防。待ってね。くまねパパさん、りょんきゅうさん、とおるさん、パフィーンさん、サトシさん、サトシさん、あ、サトシさん なんかさ、私、生とった、今 ケンジさん、ボンちゃんさん、ゆくたろさん、アルフォートちゃんさん、りょうちゃんさん、きなぺこさん、うまちゃんさん、みやびさん、ありがとうございます。あっとる？ありがとう。ちょっと、たくさんこんなにギフトもいただいてありがとうございます。明日お礼させてください。そしてまた明日に会いましょう、皆さん はい、明日は1時間目からなので、はい、11時半からかな、確か。そうだ、11時半からなので、皆さん起きてください 6時間目じゃないや。1、2、6時間ある。あ、ありがとう。お疲れ。プレゼントありがとう。いろいろと、発表もあり、どんな風になるんだろうって感じですけども、変わらず進んでいきますので、何卒 よろしくお願いいたします。はい。本当に。はい、また明日会いましょう。ありがとうございました。終わっちゃう、これ。おやすみなさい。は、見ます、コメント。おやすみ。お風呂入れよう。頑張って入る。
寒いの。おやすみなさい。またね。お疲れ様。おやすみ。またね。また明日。ラブー。バイチャラポー。グッナイ。センキュー。またね。また明日。メリークリスマス。今日もありがとうございました。おやすみ。またね。ありがとう。ラブユー。明日も会おうね。